あ、ちなみに、さっきから XG のね、PR が0.00じゃないのがなぜかっていう話なんですけども、一応ですね、XG の超最強レベルではないんですね。だからほぼ最強レベルです。まあ、いわゆるエクストリームギアモンレベルということで、これより上になると、格段、たそ、ほとんど強さ変わらないくせに、格段に、なんか、速度が遅くなっちゃうんで、録画しながらだと厳しいんで、やってますけど、まあ、でも、このレベルだって勝てば世界最強のコンピューターに勝ったって言ってそうな間違いではないと思うので、まあ、そんなに気にしなくていいかなと自分は思ってますね。はい。さあ、ダ来ボ。た。あ、てか、自分も打てよ、さっき。テイク。もう、絶対ダブル忘れだけはしない。バッキョも負けしちゃうわ、これ。まあ、仕方ないか。はい、まあ仕方ない。はい、まあこれでもまだ32対12ですからね、全然大丈夫です。さあ、63。またダブル打ち忘れたよ。こうダいうボ。ね、一手の忘れがね、命取りになることがあテイるかク。らね。1回、2回、3回、4回。さあ、で、ここでとりあえず2を振りたいですね。よしよし、ナイス。1回、2回、3回、4回。お、いい感じですよ。これすごくいい感じ。で、ダブル来ないかな。2、1ね。1、2だな。さあ、ダブル来るか？来ないな。このスコアだから積極的になるのかなと思ったんですけどね。このキューブは本当にわからん。そして XG が合ってるのかもわからんしね。こういうやっぱ、なんか、イレギュラーなゲームだと。XG さんの判断が合ってるかもわからないし、なぜそういう判断をしてるのかもよくわからないしっていう不思議な状況になっちゃうんですよね。何はともあれ、まあゲーム展開としては悪くないですね、これはね。1回、2回、3回、4回かな。ちょっと待って。ああ、まあ他ないか。こっちの方がいいか。これだけ面白いゲームになってるんだけど、キューブが動かないね。わ むずい。よし、でもとりあえずこれでほぼ15枚すべてが後ろに行った。さあ、ここからもあまり後ろに行く必要がないので、できるだけ相手の駒を取らずに、ここら辺の駒を書き出せたらいいなと思っている。ここら辺の駒は取られていい。それでいい。それでいい。そして肝心のキューブが来ない。なんで来ないんだ？ なんでここまで来ないんだ？あなた、すごいチャンスじゃないの？スコアで負けてて、特大バックヤモン勝ちとかをするチャンスじゃないの？とりあえず15枚バックゲーム完成したけど、ここまで来ればもうコマが進みすぎるとかいうことを気にする必要が全くない。さあ、ここでまだ今は相手のプライムがある状態なんで、これが崩れたあたりで、相手の駒を取ることができれば、一気にさっきみたいなスネークですよね。ここら辺にプライムを作って、あとはギーって前進していくというスタイルで、結構勝ちが拾えるんじゃないかと思ってるんですけど、どうなんでしょう。
ただ問題はなぜかキューブが来てくれなかったということですね。まあ、これからあるかもしれないですね。ゲーム展開の途中で。よくわかんないところで来るかもしれない。もう、人間には全然、わからない。な、もう、理由を全く推測できないような、タイミングでダブルが来るような気もしますけど。さあ、来た！来た！いいタイミング！結構これいいタイミングだと思う。よし、来た！これはいいよ、結構。おお！おー、そうなる、そうなる。あ、よかった。では、とりあえずここに拠点を作るか。この辺が難しいね。どう立ち回ったらいいのかね。とりあえずブロックをたくさん作っておくか。ねえ、ここでどうすべきかだけども、とりあえずヒットはした方がいいと思う。で、その上で駒を後ろから書き出す。うん。6、2ね。どうしよう。こっちに作っとくか。これはヒットします。一回3回4回かな。まあ、本当相手のゾロ目を数えたりすべきなんだと思うんですけどね。ちょっとなんかやってることが違う気がするな。難しいな、やっぱこれ。全然やってることが違う気がする。いや、難しいわ。やっぱちょっとここら辺は経験不足が出てますね。なんか全然違う気がするが。ただ、まあ、とりあえずそうそう逃げられない感じにはなってると思う。やばい！あ、やばくないか。こうすれば早々逃げらんないわ。ダブル。あ、ここで来るんだ。なるほど。あ、じゃあまあちょうどよかったかもしれない。ちょっと緩めることで。相手が打ってくれたから。ダブル？結果オーライ。テイク。いや、ここら辺ほんと、うわ、難しいわ。こんな後ろに待ち構えるんじゃダメだったかもしれないですね。いや、難しいわこれ。ああ、でもなんか、さっきよりいい形になってきた気がする。お？なんかあまりよろしくないか、これ。あまりよろしくないね。
んな風にするしかない？やばい、わかんない。むずい。コマ取ってからがむずい。すごい実力が試されてる感じがしてやばい。恥ずかしい。地味に相手が3ポイントボールだからコマ取られるとちょっと嫌な感じになってんだよな。あ、これでいいや。これでここも心置きなく出れるわ。ここはバラしといていいと思うんだよね。で、そうそう、なんかこんな感じでね。いやー、でもこれ結構飛び越えられちゃうねー。まあでもそうそう飛び越えられないか、この砦では。こうやるか。怖え、6ゾロとか怖え。いやー、あー、終わった。やったわ。あー、いや、むずいわこれ。これね、多分僕のこの戦法悪くないんだけど、駒を取ってからがむずい。ちゃんと詰められない、実力がないと。うわぁ、それを思い知らされた。ちょっとこれはコメント欄でアドバイスを求めないと無理かもしれない。こういうのに詳しい人に。いやぁ、これは。いやぁ、そこまで行って負けるのは恥ずかしいな。そうか。まあでも、バックゲーム自体はなんか成功することが多くなってきて、ちょっと自信を深めています。さあ、32対28、すごいいい勝負になっております。